皆さんこんにちは、下島です。本日は月曜日です。今週末深山ロードがあるので、ラストの1週間の調整ということで弟とやってきました。おはようございます。おはよう。調子どう？あ、調子いい感じ。調子いい感じ。あ、まあ、ちょっと昨日オフ、完全オフだったんで、まあ、体のだるさはあるんですけど、オフ明け定番の SFR ということで、今日は SFR の基本ルーティーンをやっていきたいと思います。これ前が逃げたかなってるんで、まあ、多分1分かな、 SFR1 分かける7本弟と先頭交代しながらやっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。バイクです。ベンジ兄弟。カイトのベンジ。こだわりポイント教えて。ちょっとこだわりポイントはカンパニョロのこのホイール、バレットウルトラ。バレットウルトラ進む。はい、やばい。 いや、バイク変わってからなんか上りが調子よくなった。楽しいですね、上りが。やっぱりバイク自分で初めてこう一から全部買ったんで、愛着も湧いてますし、あ、そう、すごい楽しみですね。はい、はい、はい、SFR1 分かける7本終わりました。お疲れ。お疲れ様。どう？しっとい。しっとい。しっとい。さあ、筋肉あるんでついていくかと思ったんですけど、とか確かにパワー系やけど、パワー系やけど、このメニューはまた違うパワー、反復するから。そう、まあ、でもこのまあ筋肉を鍛えるってことももちろんなんですけど、このパワーをっていうこのギアをかけるのになれるというか、弟は結構フィジカルがな、はい、185cm 体重78kg、 185cm 体重78kg、 もう大谷翔平クラスのフィジカル持ってるんですけど、やっぱりギアにかけ慣れてないんですよ。なので平坦とかもっと多分楽に早く進むことができるんですけど、ギアをかけることに慣れてないんで、まあ、それを鳴らすっていう意味合いでも SFR はいいのかなと思います。じゃあこの足がもう今つりそう、やばい、つりそうなぐらいの疲労感の中、このね、先に途半があるんで、2人でそれを1本ずつスプリントするワークアウトやりたいと思います。じゃあちょっと途半見せますね。はい、まるでこの競輪選手のあの途半訓練のような登りがあります。で、ここまでずっとこの平坦なんですよ。車全然来ないですね。なのでここで助走を1人がつけて、後ろから発射された1人があの上までもがきると、そういうトレーニングやりたいと思います。意識することは、はい、あの1人はまあリードアウト役やから、平坦をスピード乗せてあの坂の下りでもう発射して終わっていいんだけど、はいはい、後ろの人はやっぱりそっからダッシュするから、はい、こうガーってがむしゃらにもがきたくなるんだけど、がむしゃらにもがきたくなって上半身がこう振りたくなるんですよね、シャドウがきついから。でもそれだとあれなんで、せっかくならいいフォームで、はい、さっき SFR で鍛えたこう体の芯に体幹をぶらさないようにもがいていく。だからもちろんパワーとかダッシュ限界まで追い込むってことは大事だけど、それ以上にそのフォームを大事に、上半身ぶらさず力でしっかりこうぐーっとぶらさず崩れず後半にかけて上げていくようなスプリントをしましょう。はい、それでは早速いきたいと思います。思います。
はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。プリント終わってで1本3分走やって終わったところです。どう？苦しいですけど楽しいです。筋肉をふわっとしてます。はい、はい、まあいい感じで筋肉に負荷を今日かけれてるんで、このまま今日はもう短時間で切り上げて帰りたいと思います。で、まあ、帰る途中もスプリントとあとあのペース走出す家までの上り坂ね、はい、ペース走入れて今日は終わりっていう感じで、まあ、平坦高回転の代わりに上りのリズムのペース走で今日は締めにしたいと思います。それでは、ああよし、ないのかな。マウンテンデューで、マウンテンデュー、モンスターの180円で安っ。安っ。え、ルートも180円。安っ。安っ。でもこれ90円や。ああ90円。あざっす。右にして何ワット？スプリント1438。1438。バケモンやな。最後ギリギリ負けた。我慢できひんかった。まるであのジロデイタリアのこのマチュー・ファンデルプールとあのギルマイ選手のスプリントだ。俺はこう粘ったけど無理やって諦めた最後。やるな。やるな。きつすぎた。ありがとうございます。フィジカルがドイツ人やって。ジャーマンスプリンターや。ジャーマンスプリンターみたいな。ああ、足のサイズ何センチ？28。28。バケモン。サイズばっかり。フィジカルがお化けです。使えるようになるね。この体使えるよ。三山四種の部。まず四種の部です。冬は狩猟、夏は自転車。冬は狩猟、ジビエで鍛えられた筋肉で。これ限定モデル、スペシャライズドの。ああ、エアロフライかな。はい、カーボンの。良さそうやな。足は足。